で皆さん痩せるサプリとかいろいろ買ったりする人もいるんですけど、痩せるサプリほとんどないです。てか運動とセットにしないで痩せるサプリはほぼないです。一応カフェインだったりだとか予品瓶みたいに脂肪を燃えやすくするサプリあるんですね。あれは脂肪が燃えるんじゃなくて、カフェインとか予品瓶とかですね、そういうサプリを取ることによって、あとカフェインと合わせるんだったらテアニンとかホワイトバークビローとか、そういうハーブがあるんですけど、あれ飲むとですね、脂肪が燃えやすい状態になります。だからお腹周りの肉とかがなかなか落ちないってきたら、お腹周りの肉が脂肪が溶けて脂肪酸になって体中を巡ってくれて、でその時に運動すると痩せるっていうのはあるんですけど、運動しないと結局またお腹に戻っちゃうんで意味がないんですよ。つまり脂肪を溶かすために使えるサプリっていうのは一定数あるんだけど、飲むだけで痩せるってことはありえないんですね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。